堀田義恵、堀田義恵、堀田義恵、1918年、大正7年7月7日から1998年、平成10年9月5日は、日本の小説家、評論家。富山県高岡市出身。父は、富山県会議長の堀田勝文。母は、大正年間に、富山県で、初めて保育所を創設した、堀田国。経済学者で前。 慶応義塾大学小学部教授の堀田和義は、老いにあたる。聖火は、不死木港の海鮮丼屋であり、当時の北前船の日本海航路の重要な地点であったため、国際的な感覚を幼少時から養うことができた。1936年、旧聖火名沢二中から、慶応義塾大学政治家余科に、進学、1940年、文学部仏文化に移り卒業。 大学時代は詩を書き、雑誌、批評で活躍、その方面で知られるようになる。戦争末期の45年3月に国際文化振興会の上海資料室に赴任。現地で敗戦を迎える。45年8月に現地日本語雑誌、新大陸2エッセイ、上海、南京を発表。敗戦直後、上海現地の日文新聞。 改造日報に評論、希望についてを発表。同年12月に上海コンサンド128号にあった中国国民党中央宣伝部対日文化工作委員会に止名をされ、現地日本語雑誌、申請の編集と現地中国語誌、中央日報の対日世論の翻訳を担当。46年6月に現地日本語雑誌、改造評論に反省と 希望を発表。翌年12月まで都名誉生活を送る。12月28日、29日の夜明けに、アメリカ軍の上陸用集停で引き上げ、上海での生活と都名誉体験について、神道君、堀田義恵の敗戦後文学論、中国表彰と戦後本、家内書房、2017年参照。1947年、引き上げ、世界日報社に勤めるが、 会社は1948年末に解散する。この頃は、秘策や翻訳業を多く手がけていた。アガサクリスティの、白昼の悪魔の最初の翻訳は、ホッタによるものである。1948年、諸女作である、連作小説、祖国喪失の第一章、波の下を発表、戦後の作家生活を始める。1950年、10月23日に、 品川駅でかっぱらいをして逮捕されたと報じられたが、貢献順日記によると、酔った上でのいたずらだったらしい。1951年、中央公論に、話題作、広場の孤独を発表、同作で当年度下半期の芥川賞受賞。また、同時期に発表した短編小説、カンカン、文学界1951年9月も受賞作の対象となっていた。 1953年国境内戦期の中国を舞台にした長編小説歴史を新庁舎から観光。1955年南京事件をテーマとした長編小説時間を新庁舎から観光。1956年アジア作家会議に出席のためにインドを訪問。この経験を岩波新書のインドで考えたことにまとめる。これ以後。 諸外国をしばしば訪問し、日本文学の国際的な知名度を高めるために活躍した。また、その中での体験に基づいた作品も多く発表し、欧米中心主義とは異なる国際的な視野を持つ文学者として知られるようになった。この間、1959年にはアジアアフリカ作家会議日本評議会の事務局長に就任。モスクワで パキスタンの詩人ファイズ・アハマド・ファイズと知り合ったのは1960年代で、ある。ジャンイコール・ポール・サルトルとも親交があった。日本評議会が中祖対立の影響で和解した後、1974年に結成された日本アジアアフリカ作家会議でも、初代の事務局長を務めた。また、ベ兵ヘレンの発足の呼びかけ人でもあり、脱走ベ兵ヘを自宅にかくまったこともあった。 マルクス主義には賛同せず、日本共産党などの党派最悪でもなかったが、政治的には戦後日本を代表する、進歩八式人であった。1977年の5夜完結後、スペインに今を構え、以後はスペインと日本党を往復する。スペインやヨーロッパに関する著作が、この時期には多い。1980年代後半からは、社会に関するエッセーである。 同時代表のシリーズを開始。同シリーズの執筆は、ホッタの島で続けられ、没後に天井台風として一冊にまとめられた。1998年、脳梗塞のため横浜市の病院で死去。宮崎俊が最も尊敬する作家であり、宮崎はホッタの文学世界や価値観から非常な影響を受けていることを常々公言、ホッタと幾度も対談している。 例えば、宮崎の作品によく出てくるゴート人のイメージは、ホッタのスペイン論に由来している。また、宮崎は、ホッタの、北条儀式のアニメ化を長年にわたって構想していた。2008年には、宮崎五郎などのスタジオジブリスタッフによって、北条儀式などのホッタ作品をアニメ化するという過程のもとのイメージボードが制作され、神奈川近代文学館に展示された。 大学図書館、システムナクシスで確認できる範囲では、英語、ロシア語、中国語、韓国語に著作が翻訳されている。このうちロシア語訳されたものは4作確認でき、最も多い。ロシア語版の、時間、歯車の出版地は、ウズベキスタンの首都タシュケントで、第2回アジアアフリカ作家会議は1958年10月にタシュケントで開かれている。 2005年5月にウズベク語で刊行された、ウズベキスタン国家百科事典第9巻には、双葉亭主名と並んで、ホッタの孔がある。書籍を紹介する韓国のウェブサイトでは、翻訳者によるホッタへのインタビューを見ることができる。浜の近くにある丘の上の、小さな家に大作家を訪ねる、アジア、アフリカ作家会議の指導者代され、一貫して深い敬意を持って語られている。 韓国における、ホッタ作品の出版元である、ハンギル社社長の自伝、本で作るユートピア、日本では2015年4月、北沢書店観光において、この訪問が詳しく記されている。観光物は未確認であるが、2013年6月にザイミャンマー、日本国大使館で開催された、第8回日本文学翻訳コンテストでは、ホッタの美しきもの見なし人は、が、 題材となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。